はい、クッキーママやっていきたいと思います。前回は味噌汁を作りましたねそこだけちゃんと覚えてる。味噌汁、やっぱちょっと印象的でしたよね。はい、ということで今回は何からいきましょう。まずこの辺ですよね。カツ丼、鴨肉のオレンジソース、鴨肉のオレンジソースちょっとおしゃれすぎてさ、どう？とりあえずカツ丼いっとく？食べたいよね。カツ丼は好き。豚肉。ちょっと厚めがいいです。分厚いのが好きです、私、カツは。こんないります？びっくりだよね。私もびっくりしてる。肉の筋を切ろう。まあ大事よね。筋張ってる肉って美味しくないもんね。はい。はい。うまいのかな。まあ、これは秒ですよ。あ、卵はロキタ。はい。どっちのタイプこれ？あ、手がぐにゃんぐにゃんのやつね。はい。はい。手が、もう手に力がさ、ゼロだからさ。はい。もっと頑張ってて。どうしてこうなっちゃったの？ママ手が。ママなのかな？よいしょ。ほんと頑張って。力強く、とう！あれ、とう！あぶね、セーフ。今、君が落ちるとこだったよね。びっくり。ママより上手かも。次は、かき混ぜよう。はーい。私カツ丼家で作ろうと思ったらカツ買ってきちゃうもんな。なんかそのお惣菜とかの、なんか卵をかき混ぜるぐらいはするけどね。これちょっと頑張って。はい、まぶそう。はい。いいね、まぶそう。よし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 。どういう動かし方よ。ほんとに。おい。なるほどね。わかったよ。こうしてピューンって飛ばして、つけてピューンって飛ばして、はい、ここはタッチ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 。よし、こんな風にはできないけどね実際ね。はい、よいしょよいしょ。上手なんだよね、結局ね。揚げよう。シンプルでよくない？揚げよう。待って、そんなに枚数揚げるの？大変じゃない？あんまり入れすぎない方がいいと思うよ。よし。よし。2枚ずつぐらいが無難だよね。
いや、いいね。私、油に、揚げるものを入れた時の感じが好きなのよね。分かってくれる人いるかな。なんか、ラッて入れて、ブラ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 って、ブラブラブラって何こう、あれが好き。あれを見るのが好き。うん、あ、いいね。揚げたてのカツを切るっていいね。手やけどしない？大丈夫？あんまりサクサクじゃないわね。これ実は昨日揚げたやつじゃないの？本当に今揚げたやつ？ママより上手かも。食材を切ろう。玉ねぎかな？ですよね。うん。よいしょ。ね、ほい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 。やったね。やったね。びっくり。ママより上手かも。測って入れよう。測るのか、私測るの苦手なんだよな。だし汁。言い方じゃないでもな。10ね。はい。え、10むずくない？あ、1回で5も入るの？言ってよ。21ね。はい。うわ、すごい、奇跡。24。24。はい。醤油入れた割に色変わんなかったんだけど、どういうこと？よかった、一回ミスってるけど、すごいって言われたから大丈夫。うん。びっくり。ママより上手かも。煮て乗せよう。いいね。いいね。本格的じゃない？これで作るの。うん、結構本格的。焦げるわよ。ねえ、ママ、今のはどういうこと？何がいけなかったのか教えて。ちょっとわかんないんだけど、私。火弱めればよくないっていうか、ねえ。あ、そういうこと？勢い良すぎたのね。なるほど、理解。まあ、時間よありますから、結構、普通に。多分大丈夫だと思う。はいはいはい。ゆっくりね。はい。もう怖いから落としちゃうから、もったいないもったいない。もったいないお化け来るよって。ほらほら。やっぱ、子供向けゲームですから。そういう表現でいこうかなって。よし、美味しそう。いいね、ドアップだね、カツ丼。ねえ。完璧ね。ママ感激。感激、ほんと。こんなドアップだと思わなかった。あれ？待って。メニューもらえなかったんだけど。なぜ？なんで？ママ？新メニューは？アボカドでもやる？とりあえず。え、新メニューないの？もっと期待してるんだけど、私。よいしょ。やったね。アボカド、アボカド？アボカド？ママより上手かも。時々分かんなくなるんだけど。生ハムを切り落とすのね。はい。お任せ。あれ？なんで？
あ、そういうこと。その独特な、ちょっと、は？なんで？え、むずくない？これちゃんと黄色に合わせてるつもりなんですけどね、全然合わないんです。私この黄色さんと相性が悪いです。ほら黄色さん、なんで？逆になんで？やばい。あと3枚。その調子で頑張ってね。これ苦手です、ママ。ずっと、怖い。ずっと刃物が動いてる。怖い。苦手だなね、巻いて串出して。これ手に刺さない？大丈夫？ママ。下手するとこ手に刺さるよ。怖い怖い。私多分手に刺しちゃうタイプ。よいしょ。びっくり。ママより上手かも。結果発表。まあ点数悪いですよ。知ってた。びっくり。びっくりだよね。生ハムが切れないんだもん私でも生ハム切ることなんてないですから、リアルで。あんまり、あ、プレゼント来たよ。イワシと野菜の天ぷら、すごい和風すごい和風なもの来た。とりあえずじゃあ鴨肉いきますか。これもちょっと工程多そうですけどね。食い出しね。おら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 。こういうのが一番ストレス発散になるよね。びっくり。ママより上手かも。塩コショウしよう。鴨肉ってでもそんな頻繁には食べるもんじゃないですよね。任せろよって。ええ、ちょっと何色出すのやめてもらっていいですか。よし、また紫。紫好きね。紫だいぶ好きね。ねえ。やったね。やったね。びっくり。ママより上手かも。さあ、ひっくり返して焼こう。はーい。はーい。わ、いいね。ごめん、苦手これ。え、やだやだ。苦手だわ。なんでそんな乱暴に落ちてくるのよ。ねえ。嘘。2枚ごめん。2枚死にました。ごめんなさいママ。私悪気ないの。ただ肉が落ちたいって。ごめんなさい。その調子で頑張ってね。はい。でも2枚あればいいと思うんだよね。逆切れ、ね。2枚あれば別にね、答えると思うんですけどね。
1枚やないか。いざオーブン入れるの。マジ？許せない。その調子で頑張ってね。半分もうオレンジ入ってたから。厳しい。急にシビアじゃん、ママ。ガチ？本気だね、ママ。ちょっと急に。ごめんなさい、伸ばしすぎてる。あ。え？なんでよ。よし。ここなんだかんだ苦手ですね。前これラップでもあったよね。すごい苦手。ミスるわけにはいかないからね。オレンジのか、そっか、オレンジソースみたいなね。あのね、オレンジソースとかああいうのさ、いいんだけど、おしゃれすぎて、なんか、味がなかなかちょっとこう、よくわからなかったりするよね。なんかね、もう普通のソースでいいのよって感じ。よいしょ、よいしょ。何今の？なんで、なんで今一回投げたの？理由は？いや、びっくりよ。私がびっくりよ、一番。果汁を絞ろう。はい、絞ります。え、素手？嘘でしょ？マジ？やだー。そんな出る？この1個で出ないと思うんだよ私。どう？出るのかな？てかあれないの？なんかその果汁絞るためのなんかあるよね、ギュッて押すやつ。うちあったわ。全く使ってなかったけど、そういうのないまま。さすがに素手はちょっと人には提供しづらいわよこれ。だって食べてって言ってさ、これ私が素手で絞ったんだけどとは言いにくくない？さすがにちょっと言えないよね。あ、やばい。綺麗に塗って、綺麗に塗って。私はい、もうセーフ。よし。びっくり、ママより上手かも。で、煮よう。煮るのね。はい、は出た。何これ。はい、はちみつ、はちみつ。はいはい、バルサミコ酢マックス混ぜて。これ忙しい、これめっちゃ忙しい。これ小麦粉入れて、火力下げて、ほんなら混ぜて、混ぜて、混ぜて。よし。びっくり、ママより上手かも。今回うまかったですね。スライスしよう。はい、切り裂きます。言い方だよ。でも切り裂きます。あ、でも美味しそう、美味しそうね。オレンジソースいらないんだけど私。あのやっぱ子供舌なんで私。あれ、おしゃれなものよりも、もう分かりやすい味付けのものでいい。もうなんなら塩コショウでいいです、あ、ソルトペッパーでいいです。言い直した意味。でもソルトペッパーでいいです私。出た、ほら。なんかあまり美味しくなさそう。何ママこの缶はちょっと。
許せない。缶やめてか、本当。この缶持って投げつけるよ。もう。はい。やったね。びっくり。ママより上手かも。結果発表。いいじゃない。90点。まあまあまあ、上々ですよ、うん、ママより上手かも。お、また増えるよ。いいね、うん。肉じゃがスープ、肉じゃがじゃないの？肉じゃがスープ、スープかスープなのか。どうしようかな。天ぷら興味あるんだよな。ちょっと揚げ物したいから揚げますね理由、揚げ物がしたい。よし、椎茸だ。はい、ごめんなさい、失敗しました、ごめんなさい。はいはい、まあ、天ぷらで言ったら確かにこれついてるよね、この頭にバツ。よし。びっくり。ママより上手かも。これ今何品目かな、作ってるの忘れちゃうっていう。これ4品目か。よいしょ。うん、いいね、おしゃれおしゃれ。うん、レンコンね。レンコンか。何これ、鱗取って、鱗取って、頭バイバイ。開くのね。あれ、開かないの？びっくり。ママより上手かも。出た、苦手なやつ。卵白、はい。ごめんなさい、ママ。ちょっと勢い余っちゃって。はい。はい。あ、やばいやばいやばい、ちょっと真剣に行こう、冷静にね。うん、冷静すぎてもでもあんま意味ないからな。はい、また1個で、やばいやばいやばい、やばめだよ。はい、はい、ピンチ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 、はい、セーフ。びっくり。ママより上手かも。測って入れよう。また出た測るやつ今日測り気味ですね、割とね。はい、平均は 8g。ごめんなさい。はい。8の、次が、また8。はい。たかる50。結構入れますね。うわ、奇跡。今長押ししたから奇跡だよ。
100は多いね、ごめんね、ほんと。よし。んで、冷水 75? ただ100が好きみたい。うん。ね、100好きすぎない？おい。12。はい。びっくり。ママより上手かも。かき混ぜようね。はい。天ぷら作るのも大変ね。うん。私天ぷら大好き。美味しいよね。やっぱね、天ぷらは揚げたてが良いですよね。ごめんなさい、なんかどんどん変な方進んでいってるんですけど、ママ大丈夫ね、すごい回転してたけど今大丈夫。なんかゴムみたいな。ママより上手かも。はい。衣をつけよう。はい。衣ラブ。天ぷらなんてもう衣食ってるようなもんですから本当に悪いけど、よいしょよいしょと、しいたけが回転してんのちょっとシュールだよね。ナスいいな、この中だと私一番ナスが食べたいかも。そうね、天ぷらの中ではそうね。レンコンの天ぷら私食べたことないんだよな。ちょっと未知数かもしれない、いや見たことはあるのよ、食べたことがないっていう、ママより上手かも。さらすとあげるのよね、これが大事よ。ここ見せると終わりだからね。はい、え、上がっ、は？ごめんなさい、ここの色ね、言ってよ。上がりきったときはこの色だよって。言ってくんないからわかんないよね。よいしょ。よいしょ。あ、やっぱナスが一番美味しそう。うん。オッケー。まあちょっと、一個ね。一個だけね。あげきれてなかったよね。あの1個に7点の価値があるのね、93点ってことはね、つらいわ、今回増えないんだ、なんかもう謎だね、増えるタイミング増えないタイミングね。さあさあさあ、ではですね、一旦じゃああっちやりますか、これね。はい、最後ですね。これが子猫に餌、え、大丈夫それ、野生のじゃないよね。あんま餌とかあげない方がいいわよ。野生じゃないこれ。あ、でも猫かわいい。ほれほれほれ。あ、かわいい。なんてハートフルなの？ねえ。ほら、ハートフルじゃない？ただ、あげ方結構グロいけどね。口の中放り込んでんだよってこれ。喉いっちゃわない？大丈夫？はいはいはい。よいしょ。結構お忙しじゃない？あ、でも1枚いってる。いいね。よいしょ。
なんかママが待ってるの面白いんだけど。よいしょ、あ。やったわね。やったわね。はい。まあいいんじゃないですか。うん。まさかの野良猫まさか野良猫に餌あげるとは思わなかったけどね。うん、はい、ということでですね。まあ、残すところあと料理だけなので、まあ、次回からはもう料理スペシャルですよ。大体料理してるみたいな。ずっと料理するみたいなね。はい。ということで、この辺で終わりたいと思います。バイバイ。